徳清明院は、京都府京都市東山区にある、無宗派の単立寺院。無宗派ではあるが、浄土宗鎮税派の特別寺院となっている。新宗善光時代本願の京都別院でもある。明治27年9月、京都市東山の地方院の西側、かつて地方院入道神皇の重望であった、課長殿後の跡の敷地に、善光寺大本願の京都別院の甘寺として、 建立されるさんはは光寺大本願第世受けに受けにに関西や西日本の人々が新州までお参りするのはなかなか大変なことであるため関西の近くで善光寺に由来の仏園を人々に結ばせたいと発信し善光寺の別院の建立を思い立ったそこで京都に住んでいた 元天台イザスでもある兄の国の宮朝彦親王に相談した結果、その計らいによって空き地となっていた課長度の敷地の大部分を明治15年6月賛同した地方院員館長の大徳、洋鉄城が受け縁技に寄進し、善光寺別院の混流の橋が発せられた。本尊は善光寺の和光三尊、阿弥陀如来の分身を安置している。また善光寺同様に、 階段巡りができるようになっている。解散承認である敬遠には、明治43年12月12日、徳清病院において83歳で自弱遺骨は、治温院、山内一心院に埋葬された。ありがとうございます。